クズリは、哺乳子を食肉目移った地下クズリ族に分類される、食肉類。原生種では本種のみで、クズリ族を構成する、別名クロアナグマ。アメリカ合衆国西部、カナダ、スウェーデン、中華人民共和国北部、ノルウェー、フィンランド、モンゴル、ロシア模式標本の産地は、ラップランドとされる。体長65から105センチメートル。 尾長17から26センチメートル。体重7から32キログラム。アラスカでの平均体重はオス15キログラム、メス10キログラム。頭部は大型。長い体毛で密に覆われる。毛衣は黒や脳褐色で、肩から体側面、大きい分にかけて、明褐色の帯模様が入る。次回はやや小型で丸みを帯びる。嗅覚は優れるが、一方で、 視覚や聴覚はあまり優れていない。歯列は、門歯が上下六本ずつ、剣歯が上下二本ずつ、小球歯が上下八本ずつ、大球歯が上顎二本、下顎四本で計三十八本。小球歯は頑丈で、顎の力が強いこともあって、太い骨も噛み砕くことができる。歯は短く、頑丈。足裏は大型で、 体重が分散し柔らかい雪上を移動することに適している。出産直後の幼獣は体重90から1 0 0ム入頭数は2体。2008年に発表されたイタチカの各 DNA やミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベーズ法による系統推定では、平ら属、天属とは全体として単系統群を形成するという解析結果が、 得られている。一方でこの解析結果に従えば、フィッシャーを含む、あるいは本子を含まない天族は、偽系統群となる。この論文では、イタチカ内の赤の復活や、最定義も提唱しており、その説に従えば、本族、平ら族、天族からなる、単系統群でマーティを形成する。以下の分類は、MSW3 に従う。 タイガやツンドラに生息するが、産地の開けた場所で見られることもある。地表性だが、樹上に登ったり泳ぐこともある。夜行性だが、昼間に活動することもある。肛門船からの分泌物や尿で匂い付けをして、縄張りを主張する。岩の割れ目や洞窟、木の根元、他の動物の古巣などに草や葉を敷いた巣を作る。1日 45km 移動することもあり。 10から15キロメートルを休まずに走行することもある。また、設置面積の大きい足裏を活かして、雪上での行動を得意とする。哺乳類、鳥類の卵、動物の死骸、果実などを食べる。小型の獲物は頸部に噛みついて倒す。陶器になると、トナカイやノロといった鹿類や野生の羊類などの大型の獲物を捕らえることがあるが、 通常は、大型の獲物はその死骸を食べる。大型の獲物は背に飛び乗って襲いかかり、地面に倒してから食べる。なお大型の獲物を襲う際は、正面からの行動では、無理が生じるため、主に木の上から奇襲し、その強靭な顎で、相手の脊髄や円髄といった急症をピンポイントに、破壊する手法を取る。大型哺乳類を襲うのは、冬場が多いが、 これは前日のクズリの足の構造により、クズリは雪上を自由に動ける反面、獲物は十分に動けず、逃げたり反撃したりするのが難しいためである。大きな獲物は解体してから、地中や泥中、雪中に埋めたり、樹上に引っ掛けて貯蔵する。通常は、自身より大型の捕食者を襲うことはないが、飼育下では、北極熊を殺傷した記録がある。繁殖様式は耐性。 4から8月に交尾を行う。12月翌3月に受精卵の着床が遅延するため、交尾の翌年に出産する。実質的な妊娠期間は30から40日。1から4月に1から5頭の幼獣を産む。食物の豊富な場合は、毎年繁殖するが、食物が少ない場合は、繁殖を抑制する。授乳期間は8から10週間。生後2から3年で。 生成熟する。寿命は約13年で、飼育下では17年4ヶ月の飼育記録がある。学名、グールは退職官の意で、ラテン語のグヤロッサスに由来する。英名、グラトンは退職官の意。毛皮が,が利用されることもある。毛皮目的の乱獲、外獣としての駆除などにより、生息数は減少している。ありがとうございます。